2024年7月10日、本日のお出かけ。今日は月一の精神科受診しに行きます。前も言ったと思いますが、1ヶ月経つの早いですね。年取るの嫌ですね。それにしてもここ最近は埋め続きですね。特に昨日は雨すごかったですね。こちらは今のところ被害ないですけど、陸羽東線で土砂流出して復旧の目途立ってないとか、週間天気予報では雨の峠過ぎたのかな。降りすぎは嫌ですね。さて、そろそろ精神科の第二駐車場に到着ですね。今日は何時頃に帰れるかな。酒田駅前メンタルクリニックで定期受診中。思ったより早く終わりました。ここまで来たついでなんで寄り道していきます。 GEO 酒田駅前店の店内物色中。 CD5 枚レンタルしてきました。新作2枚と旧作3枚の4内訳です。やっぱり田舎だから品揃いいまいちですね。けど4星玉があったのには受けました。あ、4星玉と書いて通信中で読みます。キャップカットでは読み方編集できないからな。一時期ゆっくり系な感じで編集してました。けどいろいろめんどくさかったのでやめました。いろいろ無料な動画編集ソフト使ってキャップカットに落ち着いたって感じですね。そんな感じで現在処方箋を持ってかかりつけ、薬局である調剤薬局ツルハドラッグアマルメ店に向かっているところです。賛否ありますけど、調剤薬局でポイントもらえるのは嬉しいですね。調剤薬局ツルハドラッグアマルメ店で処方薬受け取り中。処方薬受け取りました。晩ご飯いらないって言ってきたのでディナー食紅に行きます。山形県庄内町アマルメ土包みしたラーメンシナトラ、食券制、冷やし豆乳ラーメン、ごちそうさまでした。アンダーバー、あとは自宅に帰るのみです。寄り道しないで帰ります。ギリギリ明るい時間帯に帰ってこれてよかった。これからだんだんと夜が長くなるな。そんな感じでお出かけ終了です。ご視聴ありがとうございました。